はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験幼児教室参加型授業の落とし穴です。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ小学校受験にはまだ慣れてない方も多いとは思うんですけど、幼児教室というといわゆる小学校受験の、ね、準備をするところや地域専門のところとかいろいろあるんですが、今回は小学校受験を意識した幼児教室の話ということで、お伺いしていきたいと思います。と言って参加型授業というのは、保護者が参加するということなんですかね。どういうことなんでしょうか。そうなんです。参加型授業ってよく言われるんですけれども、はい、参加型授業っていうのは、まあ、例えばマジックミラーみたいなのも、まあ、かなりね、余裕のあるところはそんな前面にマジックミラーなんてね、なかなかできないですけど、子どもから見たら見えない、でも親から見たら見えるっていうマジックミラーとかありますよね。授業の様子を親御さんは見ることができる。そうなんですよ。っていう、まあ、そういうところもあるし、はい、参加型っていうのは逆に言えば、先生たちが教えたことに対して、はい、親にその子どもの態度を見せて、はい、どういう問題をやったかっていうことも、全部親に見させると、うん、そういうのが参加型授業なんですね。で、大体そういうのをやるところっていうのは、家で親が見なさいっていう意味なんです。じゃあこの授業の様子を見てやり方をちゃんと覚えてくださいねっていうスタンス。そうなんです。ただそのやり方を本当に教えてくれるところと、ただ見て子供はこういう状況ですよ、だからお母さんお家でやってくださいねっていう、そういう子供の様子をね見させるところとあるんですね、はい、でもそれって私それはすごく最近多いんじゃないかと思うんです、はい、見せますって言って見せて、それでこういう問題はこういうふうに教えるんだっていうところまで説明しないところが多いとなると、確かに見せておくれますよね。子供のできないことばっかりが目立って、それで結局家に帰って、なんでできないのよ、どうなのよ、こうなのよって言っても、その実際に教室でこれはこういうふうにしてやるんですよ、こういうふうにしてやるんですよっていうことをちゃんと説明してないと親はわからないんですね。そうですね、はい、でうち私のとこの子供も2人、まあどっちかというと参加型の授業だったんですけれども、じゃあ別の幼児教室に通われて、そこがなかったので ね、なかったので行ったんですけれども、はい、でもそこはすごくて、親が全部後ろで見るんですよ、はい、で見るんだけど、子供がどういう状態でやってるかっていうことを見ることよりも先生が問題を言うんですね、うん、でその問題の一字一句間違えることなく私はメモしてるんですね、いつも。いや、大変だ。はい、それでそれをどういうふうに先生が教えるっていう、その本当にそこの教室って親に見せるんですけど、すごく丁寧なんですよね、教え方が。なので私たちはそれを見て、あ、なるほど、この問題はこういうふうに教えるんだな、この問題はこういうふうに教えるんだなっていうことだけが優先して、それ、まあ、子供がどんな状態かなんていうのをじっと見てる暇がないっていうのはあります。たまに、はい、じゃあ黄土色で丸をつけましょうっていう問題を言ってるのに、うん、例えばうちの子が灰色を取ったりとかね、紫とか全然違う色を取るって、まあ、そういうことはそういうのはまあパッと見れば見えるんですけど、ね、うん、主に私たちがノートを取ってるっていうのはその言い方、うん、先生の言い方によってどういうふうにニュアンスが変わるのか、なるほど、こういうふうな言い方をしなきゃ子供は、うん、聞かないとか、そういうのを結構私たちは見てるので、2人が通ったその教室のノートっていうのはもう本当年長だけで3冊4冊、すご
いですね。だから私の趣味はこんな面白くないことはしたくなかったのでね、子供のためにじーっとね、あの聞いて本当にメモしなきゃいけないっていう、それがすごい苦痛だから、次に何を考えたかというと、すごく可愛らしい、私の大好きな可愛らしいノートで、せめて気分だけ可愛くなりたいみたいなそういう、だからすごくあの私のノートを見ても、あの問題に対する問題文っていうのをすごく丁寧に書いてあります、そういうのだとね、参加型って言っても、あの親はイライラすることなく、まあ、多少はイライラしますけども、それ子供の様子見てるよりも、もう本当に先生の問題を言う問題文を一字一句間違いなく取るっていう、そういうことがすごく大変でしたね。じゃあどっちがやっぱというと、テクニカル的な部分の教えが多かったわけですね。そうですね。こうやってやればいいんだ、こうやって言えばいいんだ、はい、で、じゃあ参加型じゃないのはどうかというと、確かにね、大手の幼児教室でもね、参加型じゃないのもあるんですよ、で、なんか親がそばにいてると早くどっか行きなさいみたいな雰囲気があって、ある時あのうちの下の子が、まあ、たまにはちょっと違うところのね、春の講習でも行ってみようかと思ったんですよ、それでホットケーキをね、あの作る、なんかそういう、体験型授業、そう体験型ね、この人はそういうあのなんていうのかな、仲間意識にがうまくできない人だから、まあいいだろうと、みんなで揃ってホットケーキを作るっていうのはね、いいんじゃないかと思って、それに申し込んで3日間、結構高かったんですよ、ホットケーキなのにこんなに高いのかなと思ったけどまあ子供がね、それで何か得るものがあるんだったらと思って申し込んだんですよ、それで行きました。それで第1日目、終わった時に、確かに親を見てないので、先生が来て説明をするんです、でも誰々さんがこういうことをしました、誰々さんがこういうことをしましたって絶対言わないんです、今でもそういう幼児教室あるみたいなんですよ、例えばしりとりでも、しりとりのこういうふうにできなかった人がいます、でもね、みんな子供預けて聞いてる時にだ、ね、しりとりのこういうことはできませんでしたって言われても、自分の子供はそうであってほしくないと思うから、自分の頭の中でうちじゃないと思うんですよね、でこういうふうにできた人もいますって、でもそれが誰かって言わないから、へ、だからあ、できたのはうちに違いないって、こう、うまいこと錯覚するんですよね、できなかったのは誰か他の子でしょうねっていうふうに思っちゃうと、いや、もしかしたらうちの子、あ、そう、できないのは他の子で、できるって褒められたのはもしかしてうちの子かもしれないっていう、なるほどね、だから、そういう意味で参加型じゃなくても、まあ、親を介してやってもちゃんときちんと説明をしてくれないっていう、でその大きな例が何で分かったかっていうと、そのホットケーキを作った、初めてよその大手の、春の講師に出たんですよ、で案の定ホットケーキは出来上がりました、それで、こうこうこういうことをした人もいますけれども、おおむねみんなちゃんと作っていました。でもね、そこで思ったんです、我が子はそういうわけではないと、絶対にこの人はね、ひっかき混ぜたに違いないって私は思ったんだけど、一言もおっしゃらないんですよ、で私ともう一人のお母さんも疑った人がいて、それで皆さんがお帰りになった後に先生にちょっと聞いてみたんです、もしかしてこういうふうにメジャーで測った時に、あのお友達と揉めることなく、うちの子は測れましたかって聞いたら、初めてそこで、いえ、測れませんでした、それは言ってほしいなと思って、 そうですよね、そういうのが3日間の講習の中で3日ともあったんですね、こんなんだったら高いお金なんか払わなくても、うちでホットケーキ作った方が良かったかなと、だって聞かなかったら共有してくれなかったっていうことですよね、だから結局3日間そのまま特別に先生に聞きに行かなければ、その何を子供がそこでしでかしたかっていうことは分からないんですよね、じゃあ高いホットケーキになっちゃいましたね、本当に高いホットケーキで、これなら自分家でしごいて作った方がいいかなって思ったぐらいな経験があるんですけれども、だから参加型にの落とし穴っていうのは、まあそういうきちんと、あの子供の悪いところだけ見せるんじゃなくて、きちんとあのやり方を説明してくれるんだったら、とても有意義だと思います、で参加型じゃなかったらば、やっぱりここに対してね、こうこうあなたはのうちはこうでしたよ、こうあなたはこうでしたよって、やっぱり説明すべきじゃないかなって私はすごく思います。
じゃあどちらにせよその次につながっていくかどうかというところを意識しているかどうかということですね。そうですね。で参加型っていうのは、はい、まあ、うちなんかは参加型のような参加型じゃないようななんか中間なんですけれども、でも私たちが今求めてることは、はい、もううちの生徒たちにも言ってるんですけれども、うん、お預かり勉強にしても自分でこの日自分が来たいと、で子供が自身が来たいと、うん、親の都合で今日は来ます、明日は来ません、で今日は来ます、明日は来ません、子供は言う通りに親が行こうって言うから行く、行きたくない、今日はちょっと親が都合が悪いから今日は行かない、それってもう親に振り回されてる、そこに全然自分の意見がないと。で昨年なんかはまあ昨年がねとってもたくさん入ったっていうのはそういうこともあるのかもしれないんですけど、もう最後は私も言いました、自分がやりたいか、自分が本当にここに来てお預かり勉強をやりたいと思う人以外は親に言われてくるような人は私たちは見ませんって言ったんです。それはもうはっきり子供に言いました去年は、うん、だから子供たちは本当に生き生きとしてフレンドリーの玄関を開けてよしやるぞみたいな、そういう雰囲気でやっぱり臨んでるんですね。でも自分が休んだらもう自分自身が遅れるっていうことを本当に真に思ってたみたいなんですね。だから親はまあしょうがないよ、子供が来たいやりたいっていうからもう親も疲れますけど連れてきて迎えに来ると。それで何がいいことがあるかっていうと、そこに子供の後ろに親が見えないんですよね、はい、親の姿面白いんですけれども私たちには分かるんですね、この子供の後ろに親がバックに見えるっていう、でやっぱり見えない子が受かってるんですね、うん、だからそこが親からの自立、自分でものを考えて自分で行動するという、あとまあね半分月の半分も経ってしまったんですけれども、本当に私はそう思ってます。お預かり勉強だから皆さん来てくださいっていうもうここから先はないなと思ってます。やっぱり自分が来たいと思う人だけに来てほしいと考えてますね。ね、義務ではないという講座ですからね。そうなんです、だからもうこれからは自分がやりたいと、それをすることによって子どもの後ろに親が見えないと。で私たちが思うぐらいだから学校の先生はもっとプロですからね。そうですね。そこを私はやっぱり子どもを見るとこの後ろに親が何でもかんでもやってあげる、何でもかんでも親が決める、そういううちなんだなっていうことで、子供も親の言うことに従ってるんだなっていうのが一番不合格になる要因なんですよね。そうですね。だから今難しいことなんですけど、ペーパーをねもう親がくっついてくっついてやれ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 っていうんじゃなくて、もう自分でやらなきゃ困るから僕はやるんだ、私はやるんだって、そういう気持ちにあと2週間か3週間でしてほしいなと思ってます。それが一番合格への最一番近道じゃないかと私は考えてます。なるほど、はい、ありがとうございました。はい、はい、まあ、確かにね試験会場には親御さんいられませんよね。そうなんです、うん、だからそこでおどおどするかもしれないし、うん、泣いちゃうかもしれないし、いつもは泣かないのにって言うけど、そういう親がいつもバッグについてるとね、うん、試験会場っていうのは子供が一人で入っていくところだから、うん、そこでよしやるぞって思う子供と、え、お母さんがいないどうしようと思う子供じゃもう顔つきが違ってきちゃいますから ね、 なるほど、そこは見られてると思います。はい、ありがとうございました、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、はい、では教室からのお知らせです。ですね、まずまあ時期的な問題もございますので、こちらからいきましょう、国立小学校受験短期集中コースということで、まあ、都内の学校を中心で対応しているんですが、東京学系大附属系、そして筑波大附属、お茶の水大、女子大学附属小学校ですね、の学校の対策を行う講座がございます。これは外部の方でも、ね、受付しておりますので、よろしければご利用ください。そうですね、まず国立小学校っていうのは、はい、国立といえども、もう話が聞けないと、うん、絶対に受からないんですね、だから特に竹早とかなんかは親子遊びって単に親子遊びって言ってるんですけれども、ちゃんと
ルールを決めて最初に子ども同士遊ばしといて、それから親子で遊ばすんですけど、さっきやったルールわかるよね、それをお母さんに教えてから一緒に遊んでくださいっていう。だからもう話が聞けて理解ができないと、うん、国立といえども合格はできないと思います。今の内容はつけ焼き場じゃできません、ね、できないんです。何を親子遊びするのかなってずっとわからなかったんですけれども、うん、2年前に受けた子はそう言ってるので、なるほどなるほどと思いました。それでね、やっぱりもう国立はどの国立でもまず話が聞けるという、だから問題は確かにね大泉とかも簡単なんですけれども、意外と、はい、だけれどもそのペーパーができることじゃなくて話が聞いてそのペーパーができるか、うん、工作ができるか、そこすごい大切ですよね。だから工作も非常に簡単なんですけれども、じゃあできるかってそうじゃないんですよ。なんか聞けないとできないもんね。それを必ずテレビで見て、うん、全部テレビで見てパチンと消すんですよ、うん、で今見た通りにやりなさいって、うん、なるほどなるほど。だから相当集中力、話が聞ける力っていうものは必要なので、やっぱりそれはある程度、はい、家庭だけではできるものではないのでね、それでこういう集中コースっていうのを作ってみました。はい、こう学校によっては最初に抽選があるところもありますが、そうですね、抽選受かってからやろうかなという方よりもやっぱりこの時期から本当は動いておいた方がいいですよ ね、 本当ね。そうです、うん、抽選なんてうまくできてて、抽選してからさあやりましょうってもう期間ないんですよね。そうですよね。筑波だって1ヶ月ありますねって言っても、うん、抽選受かってから何もやったことがない人がやるって言ったら、まずこの話を聞くっていうのはもう6ヶ月ぐらいかかるんですよ。そうですよね。それを短期間でやろうと思って非常に苦しいっていうかね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい。ね、今年受験の方でもまだね、あんまり準備してないんですっていう方がいたら今すぐご連絡いただければ、まあ、そういうのがね小学校1年になっても役に立つことなので ね、 ね、はい、はい、ありがとうございます。また面接特訓コースというものもございます。まあ、今ねご利用されている方もかなり増えてきてるんですが、実際にそのこれから10月は神奈川と都内はもう受験ね、面接どんどん始まってきますからね、はい、面接の直前に実際にフレンドリーで練習していくとかなり力になります。で、何がいいかというと、過去にその学校を受けた生徒さんからたくさんヒアリングを行っていて、そうです、情報を大量に持っているので、はい、結構当たるんですよね。当たります、はい、全く同じことを聞かれましたなんてよく言われてるんですけど、非常に練習としては最適だと思いますので、ぜひご利用ください。また、眼科クリニックでは、実際に親御さんに書いてもらった願書をね、我々が願書添削チームで、より伝わる文章として、ね、直していきますので、よろしければご利用ください。はい、小学校受験総合対策講座、小学校受験に必要なさまざまな内容を、網羅していく内容となっております。2020年以降も開講しておりますので、よろしければご利用ください。はい、それでは西沖フレンドリースクールで、セミナーです。あ、失礼しました。メールマガジンですね。メールマガジンではセミナーの情報やさまざまな講座のお得な情報を配信をしてまいります。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に実施をしております。由美先生がね、こちらを対応しますのでね、はい、何かお困りのことありましたらご相談ください。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、西荻フレンドリースクールでは小学校受験のこと、子育てのこと、幼児教育、幼稚園受験などいろいろとお話をしてまいります。まあ、いよいよね、受験近づいてきてますのでね、受験にお役立つ情報をね、配信していきます。ぜひ、ご登録、チャンネル登録もお願いいたします。200になりましたね。200になりましたね。はい、もう本当に皆様、ありがとうございます。では、引き続きぜひお楽しみください。はい、よろしくお願いします。本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。